先輩、こっちです、こっち。佐久間五郎です。熊五郎、遺跡を掘ってます。専門は縄文時代です。考古学だかなんだか知らないけど、なんか楽しいわけ。縄文時代が実に1万年以上続いたんですよ。どうぞ。八戸の発掘調査で出土した重要文化財です。大昔の森の中、それを夢に見るんですか。ここゴリって、これ土器ですよ。あれから大丈夫ですか。一度デートしたじゃないですか。前の結婚でもう男の人とお付き合いしたりとかはやめようって。ごめんなさい。連絡もなしに帰ってくるの初めてだから、なんかあった。分かってる、伝わってる。そんなミス never the same。 そんなミス never the same。 主人公の名前思いついたんですけど、ライアってどうですか。彼らの代弁者になってみませんか。